まずはこの写真をご覧ください。たまたま見上げた空が偶然この気持ち悪い顔の空。こんなことが最近ずっと続いています。ずっとです。やはり僕の方にも何か問題が起こるかも。だからこれ以上ブログを更新することはやめにします。何かあった時のために全部残しておくことにしますので、万が一の時は皆さんにお任せします。最後の日記にはそう書かれていた。日付は2011年11月3日16時21分。これは実際に存在したとある男性のブログである。ブログのタイトルはオレンジ・ロビンソンの日記。説明には写真好きの男性であることが記されている。オレンジ・ロビンソンさんのブログは2009年から断続的に綴られており、彼が写真の専門学校に通っていることや、先輩の会社で写真のデジタル合成やレタッチのアルバイトをしていたことがうかがえる。CS5 導入。バイト先についに CS5 が導入。感想、抽出ツールが一気に進化してすごく作業効率が上がった。境界線を調整がめちゃくちゃ便利になった。写真の切り抜きがとにかく楽に早い。面白くなってきていろいろ試してます。でも先輩の事務所のエアコンがしょぼくて暑さ限界。 Mac Pro のファンもゴーゴー言ってやばそうなんだけど。ありふれた個人ブログが異質なものへと変化していったのは2010年11月の頃からであった。退職からの就職。俺のことじゃないんだけど、女性アルバイトの H さんが今日で退職することに。理由は某大手広告代理店に就職が決まっているからだそうです。羨ましい。新しいスタッフ募集してるけど、しばらくは俺と先輩の二人きり。結構忙しくなりそうだ。俺もそろそろ専門卒業後を真面目に考えないとね。ということで早速今日は入った仕事を任された。それがとんでもなく変な内容。個人の方からの発注なんだけど、家族写真にこの顔写真をなるべく大きく合成してほしいって依頼。はあ？文字だと分かりにくいので黒目線入れて載せます。携帯電話でパソコンのモニターを撮影した写真。右にはろうそくを囲む家族写真がある。目の部分が黒く塗りつぶされているのはオレンジ・ロビンソンさんがブログに掲載するにあたり加工したものである。その左側、女性を正面から撮影した写真。顔がただれたように崩れている。それはこの女性の顔を家族写真に重ね合わせてほしいという不思議な注文であったという。なんだこれ、顔写真気持ち悪いんですけど。撮影に失敗した写真なんだろうか。特殊メイクかなんか。とりあえず完成したのがこれ。これで本当にええんか。貼り付けただけだけど。先輩が言うには発注者は家族を驚かせたいからっていう理由らしい。世の中には変わった人がいくらでもいるもんだ。
まるで心霊写真を作らされているようなこの依頼。そしてそれは今後、オレンジロビンソンさんを悩ませていくことになる。発注は嬉しいが、以前変わった合成写真の発注者 X さんからまた依頼のメールが。僕と先輩の間では X さんと呼んでいます。前のが気に入らなかったのかと先輩が尋ねたが、その逆で前の写真がとても気に入ったそうだ。え、何が？また同じ顔の女性をなるべく大きく合成する仕事。簡単な作業だからこっちはいいけど。これが完成。家族は同じ合成写真でまた驚くのだろうか。まあ知らんけど。一足先に年賀状。今月は料金 30% オフと先輩が歌ったせいでめっちゃ激務。お客さんの写真使った年賀状ばっか作ってるけど、幸せそうな家族たくさん見てると別世界のファンタジーに思えてくるよ。そして X さんからまたまた依頼のメールが。さすがに先輩も同じパターンでいいのか質問したらしいけど、全く同じでいいらしい。ここまで来たら深く考えずに着々とこなす俺、プロだからね。それにしてもちょっとやばいよね。街の明かり。俺の住んでる駅前のパチンコ店、全然営業してる。出てくる客は白い目で見られまくってるわ。俺はギャンブルやらんから気持ちわからないけど、こんな時でもパチンコやりたいの？夜はすっかり明かりが消えて悲しい気持ちになるけど、これが今の現実よな。しっかり生きていこうと、なんかそう思う毎日。震災で一気に仕事減ったのに、X からは相変わらず発注来る。マジなんなのって思うわ。そういう感覚？次第に、オレンジロビンソンさんも、その先輩も、薄気味悪さを感じ始めていた。X はなぜ、同じような写真を何枚も何枚も依頼するのか。毎回送られてくるこの家族はそもそもどこの誰なのか。なぜいつもこの顔写真なのか。写真の使用用途も実際には不明で、家族で楽しむ遊びとしては度を超えている気がした。そしてついにオレンジロビンソンさんの周囲で異変が起こり始めるのであった。人生いろいろ。今月末でバイト先がしばらく休業することに。理由はいろいろあるけど、一番の原因は先輩の心労がたたったこと。会社を辞めてフリーランスになって、この2年間ほぼ休みなく頑張った。先輩の様子がおかしくなったのは少し前のこと。 X さんのあの写真の顔を街中で目撃するようになったとか、それがこっちをじっと見ていたと怯えていた。冗談かと思ったけど、先輩は本気で辛そうだ。しばらく休むのも仕方がない。
今受けている仕事を終えたら一旦休憩。もちろん X さんの依頼はここ最近全部断っている。先輩お疲れ様です。もう少しだけの辛抱です。その後先輩は事業を畳み、業界へ戻ることはなかった。次にブログが更新されていたのは数週間後、先輩が事業を畳んだ直後のことだった。後片付け。今日久しぶりに会社のメールを確認。いくつか仕事の依頼があったのでお断りのメールを送っていました。するとまた X さんからのメールがありました。その内容はいつもとは違っていました。いつもは必ず家族写真とあの不気味な女の顔が2枚必ず送られてくるのですが、1枚の写真しかありませんでした。その送られてきた写真をそのまま貼ります。そしてメールの文面には短くこう書いてありました。このブログに書かれていることは本当なのだろうか。オレンジ・ロビンソンさんの現在についても、すべて不明である。